福田光雄監督、陽沢が作ったアブネスの初期プロットでの人物紹介です。に対するみんなの反応をまとめてみた。アブネス、キーベンラート18歳2世代目コーディネーター女。私のこと、好きなはずよ。男なら誰だって。シン、ルナマリアとアカデミーで同期の元ザフトレッドパイロット。アカデミー時代はルナマリアよりも当然シンよりも優秀な成績。史跡の例に次ぐ成績。プラント交換の娘。親はザラハ。卒業後は月機動艦隊へ配属。先の対戦でも、最後の方でダガーやウィンダムを結構落とす。ファントム、ペインの強化人間部隊やアークエンジェル部隊のエースキューと出会わなかったことも幸運。そこそこに腕が良く、若くなかなかに美人の華やかな子なので軍の広報に宣伝として使われ、月光のワルキューレなどと持ち上げられた。それがために危険な戦場に出ることも少なく、いわば胃の中の蛙状態。それでなくとも大層な自信家で、腕も要望も自分が最高と信じて疑わず、またそれを絶えず証明したがる結構なわがまま娘。だが彼女をよく知らない男子には人気は高い。興味のない相手には、実にそっけなく、落とそうとする相手には自然と相手の望むタイプを演じられる擬態を使える、というか使ってきた。中役キラならばキラの望む女を、自然と演じられる。中役。昔からそんな感じなので、本当の彼女を知っている人は少ない。何を望みなんがしたいのか、本心も出さないが、彼女自身もよくわかっていないというか、深く考えない。ステータスを望む人間は、根っこの部分で自分に自信がない、あるいは喪失することに恐怖を抱いている場合が多いが、彼女もおそらくそう。自分という価値が壊されることに異常な警戒を抱く。なので自分を脅かす者は、私を認めない者、自分の価値を認めない者、ということになる。シュラはその心の隙をついて狼烈した。愛想が良く、おじさん受けがいいので上官の覚えはめでたく、逆に同輩の女子からは惹かれているが、ランクの低い女は相手にしていないので気にならない。女友達も自分に釣り合うような子しか相手にしない。口にこそ出さないが、美貌はラクスにも勝っていると思っている。目的のためなら女を使うこともためらわないが、安売りはしない。誰とでもすぐに男と寝るような子ではない。なので意外と恋愛経験値は低い。実際男を見る目もない。それがために結局人生誤ってしまうわけだ。本人に悪意はなく、群がる男ともをそこそこに勘違いさせて、いいようにこき使ってきた。あたかもそれが当然のごとく。アカデミー時代からこれで結構、楽をしている。人の彼氏を取るのが趣味なようなもので、ルナマリアは一回やられている。それもすぐに捨てられる場合もある。例にもアタックはしたが無視され、それ以降彼女の中では、何考えてるかわからない変人扱いホモ扱いかも。子供っぽいシーンなどは鼻にも引っ掛けなかった。アカデミー当時の憧れ、というか最終ターゲットはアスラン、ザラ。だがアスランはザクトを脱走し、ニコルは死亡、イザークは女嫌いの噂があり、それでなくても怖そうなので、中略。アグネスはルナをまあまあと認め、自分では仲のいいつもりだが、ルナにはそんな気は全くない。ルナもアカデミー時代はプライドが高くアグネスに近い価値観の持ち主だったので、再会してシンと付き合っていると知った時にはあんた、人生諦めたの、と真顔で言い放った。シンも当然アグネスは苦手。コンパスに入隊したのは世界に君臨するトップエリート部隊だと思い込み、この一連のマイナスを一気に取り戻せると思ったため、キラを落とせたら大金星と思っているが、どうしたってうまくいかない。うまくいかないことは皆誰か、もしくは何かのせいにしてしまう性質のため、私だってジェスティスさえあればと、真の期待を虎視眈々と狙っている。最後は自分を認めてくれるシュラに行き、コンパスを裏切る。B のとアーサーは、彼女のことをすごく優秀でやる気のあるいい子だと思っている。うむ。胃の中の蛙と言い切られてる。よく考えたら、こんな胃の中の蛙みたいな生き方で、激戦をくぐり抜けてきたルナマリアのインパルスと互角に戦えたのだから本当にすごい女なのでは。伊達に赤服の自責ではなかったわけだね。そこなんだよな、ルナマリアって前対戦でもシンやレイと組んでデストロイ落としてるし、今回の映画見る限りマジでイザークやディアッカ並みのエースパイロットだぜ。胃の中の蛙でルナマリアと戦えるんだから才能と自負するだけの実力はマジであるんだよ。あくまで危険なところに送られなかったからエースの凄さに理解が足りないだけで自分の能力や努力が足りてないわけではないのよな。映画見てて違和感あったけどやっぱ命がけの修羅場を潜る経験なかったんだな。劇中でも危ない敵はキラとシンが瞬殺だったし、周囲や自分の命を理解してなさそうな感じに納得がいった。ゲーム感覚で戦ってるよね。ジーレコだったら絶対死んでるタイプのはしゃぎ方。
金星側の高波と違ってガチ戦場自体は何回も経験してるはずなのにな。名前に対する戦績のパッとしなさが補強されるたびに強くなる主来一目惚れ説。ちょっと下へ蹴りすぎませんか。最後に付け加えられる B のトアーサーは彼女のことをすごく優秀でやる気のあるいい子だと思ってるというオチよ。まあやる気はあるのは間違いないし別に弱くはないのは確かなんだけども。すごく優秀だしやる気はあるし外面はいい子なのは間違ってないから。アカデミー当時の憧れ、というか最終ターゲットはアスラン、ザラ。アスランに粉かけてたらさらにプライドズタボロにされるとこだったな。子供が無理やり背伸びしてるって印象でまあ間違いなかったのね。ニコルも死んでなければ言い寄られてた可能性あったのか。あんた人生諦めたの、って笑ってしまった。ここまで書いてあると洋沢さんの各キャラプロット見てみたいな。イングリッドとか実力も顔もスタイルもその他もろもろのスペックも全部高いからこそなんだよな。悲しいねバナージ。アスラン狙いとか嫌い上に辛辣だし何言われるか想像つかないわ。レイにもアタックは下が無視され、それ以降彼女の中では何考えてるかわからない変人扱いホモ扱いかも。特典小説で自分無視して真のところにあっさり行っちゃってたからな。ビーム効かない対策でソードに乾燥したのにアグネスにその武装ダメにされたからな。ブーメランでジェンのアックス破壊とヒートロッドでエクスカリバー破壊とかだっけ。速攻でエクスカリバー破壊されたんでフラッシュエッジとビームライフルだけで戦わされる。エネルギー切れはその前にブラストでバカスコ打ってるから考えないようにする。イザークは女嫌いの噂があり、それでなくても怖そうなのでさ。イザークの女嫌い説、後輩にまでめちゃくちゃ広まってるっぽいのがひどい。そりゃイザークママも心配する。ヨシンバイザーク本人が怖くなさそうとか噂なくてもイザーク言ったら、あのままに NG 食らって別の噂立ちそうなイメージがある。アレシコだから微笑んで寝踏みしていただけで、アグネスだとあのまま怖そう。イザークより上だと思った男がいたらそっちに走るだろうしね。才能がなければどこかで折れて方向変わったかもしれないが、才能があって別に楽はしたがるが努力できないわけでもないから折れるタイミングがなかったんだろう。そういう点ではアコードと一緒なのかアグネス。自己を肯定するために自己評価が高すぎるのにそれでなんとかなってしまうスペックの高さがあったのが良かったのか悪かったのか、ひどい言い方だけど山の大将に収まっていたら何も問題起きなかったわけだしな。本編ではエベレストを登山しちゃったが、なので意外と恋愛経験値は低い。実際男を見る目もない。言われてるぞアスラン、その理屈だとレイとキラもだぞ。忘れられがちだがレイもキラもかなりの問題児大やつではあるが手に余りすぎる。だから俺は勝手についてきたお前の妹と逃避をするぞ。ギャグみたいな美しい流れやめろ W。 アグネス悪なをまあまあと認め、自分では仲のいいつもりだが、ルナにはそんな気は全くない。何気にひどい一言である。ルナマリア別れし取られたことで落ち込んでると思われるのが尺で、何事もなかったかのように付き合えってあげてるだけなのは特典小説で言われてたしね。彼氏寝取られても喧嘩して揉めるのも張り合うのも面倒くさくなるから表面上は友人のふりをし続けてきたルナマリアってすごくない。ノベライズだとアグネスが本気でキラを好きならまあ応援まではしないけど黙認はするってスタンスだし、相当心広いよルナマリア。それはそれとして昔はともかく今はとてもついていけねえわと思ってるけど、面と向かって言わず内心で押しとどめてるあたり寛大よね。それでも生きてたら喜んでくれるし手を差し伸べてくれるんだな。髪色がキラ好みでおわってなった。本当にアンチテーゼ的なキャラなのね。アーサーなんだろう。アーサーに安心感を覚える。悪いところも見つつ最後は人のいいところしか見ないようなやつだし、ぶっちゃけ今と大差な。胃の中の蛙とはいえ自身の根拠になるだけの容姿も腕もあった。ただそうした際に対して根本的な情緒の部分が成長する機会が失われたのがまずかった。こういうプロットとか裏事情みたいなの見ると人間性を知れるからかちょっと好感度上がった。胃の中の蛙はあくまで実践とかプラント外の世間的な話であって、士官学校次席卒業は普通に実力やべえ女ではあるんだ。むしろプラント育ちで親がザラ派でよくナチュラル差別にいかなかったな。自分が優秀すぎて他のコーディネーターも下に見てたからナチュラルと大差ないでしょ。で逆に差別に走らなかったのかな。長いものに巻かれるタイプではなくてごく自然と自分が長いもの社会的に肯定される側だと思い込むタイプだから、それなりにナチュラル差別もあるし、同時にナチュラル差別に対してもそこまでの思い入れもないんだ。このプロットなら修羅童貞じゃなさそう。前対戦中に強敵と出会っていれば、そして生き残れれば結構変わったのかもしれんね。でもブラックナイツ側についてなかったらライフリの援護に回って落とされてた可能性も高いから、結果的には幸運。イザークを異性として慕ってるシホってもしかしてだいぶやべえ女なのか。単純に同じ体だから、別に同性愛とかじゃなくて単純に仲がいいだけだってなってるだけでは。髪の色、上部分はやっぱりフレイ式なのか。声もだし、ただ肝心のキラはアグネス見ても1ミリもフレイのこと重ねなかったな。宇宙世紀の女みたいなやつだけど、宇宙世紀だと絶対死ぬタイプだからコズミックイラでよかったね。
自責なのに脱艦隊ってことは霊が手回しした説マジっぽくなってきたな。親がザラハってシード後は立場失墜してそう、それとも伊沢クハみたいにうまいこと立ち回ったのかな。高官の娘だから上下関係的な礼儀作法はできているので、ただし男女関係ではバブルが出動の時とかも敬語だし、戦闘に関して軽さはあるけど戦闘を楽しんでいるわけではないので、キャハハみな、死刑にはならない。これがちょっと関係透明の整備班から見ると実力あるのに真面目な、しかもナチュラル、コーディネーター問わず接してくれる美人パイロットに見えちゃうんだろうな。レイはルナとも仲良しだったから、アグネスとルナはやっぱどっか決定的に違ったんだろうな。アカデミー時代は成績で自分より勝っているレイ以外は見下してたのは確実か。卒業写真一緒に撮ってる組は当時からずっと仲良し。ナチュラルにターゲットから外されるディアッカ、腰巾着はあかんのか。ニコル死亡後の評価ってことはディアッカもシッセルートからドロップアウトしてる時期だろうし、イザークの途中で訳されてるだけでその次にディアッカについて何か書いてあった可能性もある。ちょっと喪失不明だけど、ルナがディアッカに憧れていたって設定あるとかないとか。本質は同じでも人の愛を得ることができるか、どのような人生を送るかで人は変われるということの例だな。アグネスも種運命時代に劇的な出会いしてたら多分キャラ変わってるだろうし、ゲーム感覚とは違うと思うんだよな。どこまでも軽くて浅いだけで、月光のワルキューで見る限り恋愛感も本質的には違う気がするんだけどな。そやハイスペ狙いというのは同じでも、単にかっこいい人が好きっていう自分中心のルナマリアと、自分の価値を男に依存してるアグネスとでは、だからあくまで価値観が近いってだけよね。というか言葉すり替えたり悪意わかりやすいな。まあフリーダム開始時は一応キラも結婚まではしてないし、アグネスが本気で好きでキラにアタックしてるならそれはもう本人の自由だからな。ただアグネスはあくまでステータスとしてキラを欲しがっていたので、ルナマリアは止めただけ。なんなら多分キラじゃなくてラクスのことしか見てないんじゃないか。アグネスはあのラクスクラインの彼氏を取ったら私の方がラクスより上的な。一応キラ自身のスペックも加味した上ではあると思う。多分ちょっとすれ違いかもしれないけど、この公開してくれたプロットの最初にそのキャラを一言で表すためのセリフ載ってるのいいよね。レイからしたらこんなやつと組みたくないし、ルナやシンのメンタルにも影響云々より二人とも嫌がってギスルルのに見えてるし、何より好きでもない女と恋愛ごっこしてますよとか言えば議長からの評価がどん底になるわ。コンパスに入隊したのは世界に君臨するトップエリート部隊だと思い込み、この一連のマイナスを一気に取り戻せると思ったため、コンパスの活動指針に理解がないと思ったらそういう？キラを落とせたら大金星と思っているが、どうしたってうまくいかない。おい待て、趣旨を履き違えた上でよりによってそこ修羅に追い詰められたキラ取ろうとしたのってそういう？さすがに恋愛的な意味で落とすだろうから、多分髪の色はフレイトラクスのハイブリッドとして出してるのね。すごく優秀でやる気のあるいい子、まあ実際優秀でやる気もあるにはあるんだ。ただいかんせんアグネスの出力がずれてるのと、才能もある美人なせいで近寄る男もダメな男も多分多かったので、強制されるタイミングがないというのもあるんだろうが、ところでルナマリア、これ実はアグネスに結果的に救われてない。アグネスに引っかかる男が今も彼氏だったらルナマリア結構おいたわしい感じになってそうな気もするんだけど、アグネスの彼氏が何かしらやらかしたこと自体は確定してるから、仮にルナから奪った後関係が続いてたらそうなるよね。災い転じて福となすというか、なんというか、なんかルナの好感度上がったな。アカデミー時代にアグネスと似た価値観持ってて、今ああなってるのはほんといい女になられましたねってなる。むしろドラマ CD とか脚本家監修の漫画版とかだと、アカデミーの頃から激いい女だったぞ。ルナマリアちょっと恋愛感が幼かっただけで、やっぱミネルヴァにいなかったのはレイが根回ししたからな気がしてきた。議長が個人的に嫌う要素しかないよね。人の好きなやつを寝取るとか、まあ才能を観察するのに長けてる議長がミネルヴァ隊に選ばないだけで、なんというかね。おかしいな、監督が語るアグネスの評価が自分にも強豪速球で突き刺さるのはなんでだ。アグネスのことを語ってるはずなのに俺の心がボロボロなんだが。ステータスや何かに依存するのって人なら誰しも持ちうる一面だからね。皆心にアグネスがいるのさ。まかり間違ってもいいやつではないんだけど、みんな多かれ少なかれこういうところあるよねってなるのがアグネスだなと思う。ミネルヴァ隊の掘り下げにも繋がってるのもあって、過端に嫌なやつで終わってないし、だから生き残っても嫌な感じがしなかった。ルナマリアの求める高いステータスって本の王子様路線なとこあったからな。だから外面だけなら陽気でイケメンでエリートで英雄なスーパーマンのアスランに惹かれた。こういうありがちな要素に突飛な裏切りが合わさった結果、宇宙世紀の女と言われてるんだろうね。まあアカデミー時代の価値観なんてせいぜい15歳ちょっとの価値観だろうから、アマちゃんでも別にそやそうって感じだわな。自由時代でもメインキャラ大体20前後でしょ。プラントが成人年齢15なのはやっぱ無茶だよと思うわ。能力が高いことと人格の完成は別だもん。主人公組が揉まれすぎて達観してるだけだよあれ。やっぱ生々しいキャラ作るのは要素は上手いなって。言うてあっさりアグネスにモーションかけられて裏切るような男だったのか。手がっかりした初彼の後がアスランだから人を見る目は学習してないか。まあアスランがあっさり落ちない男だったからこそフラグは立たなかったんだが。
アスランがどんな女性にも紳士的で優しく、だけど恋愛感情や恋人付き合いとしては惚れた女にめちゃくちゃ一途なスーパーハイスペックイケメンだと考えれば見る目はあるのかもしれない。スペックはいいからな。スペックはアスランから惚れられてて迷走していない状態なら割とガチで理想的な彼氏なのよ。不器用だけどいいやつではあるしね。不器用だけどまだ20にもなってないうちからスペック重視の恋愛感を抜け出せる人もなかなかいない気もする。それはそれとしてアグネスの人の男を取るのが趣味なのは10代基準でもだいぶヤバい方だけど、プロットと特典小説から推測するに幼少期から外面や能力ばかり評価されて、なおかつ人の顔色を見なきゃいけない環境だったんじゃないかと、そういう環境で育っちゃったから良くも悪くも自身も他人も評価が基準でそれに依存しちゃう。だね。運命時代にアグネスがガツキ同感隊にいたってことはミネルバ隊がダイダロス基地を落とすとき、ジュール隊と一緒にレクイエム中継地点の護衛艦隊と戦ってたんだな。福田監督マジで勘弁してくれよ。はっきり言ってあなた、富野監督よりも100倍切れ味あるよ。なんでアグネスの説明しながら俺のメンタルをボロく、にくじるの。それは嫁さんに言ってくれメンス。このキャラを描いた奥さんも大概だけど、それを赤裸々に公開する旦那も大概じゃん。そうか。俺はテイスペで面も微妙なアグネスだったのか。このアグネス像が突き刺さるほどのスペックも自己肯定感あるいはそれと誤認するための精神防壁も持ち合わせてない俺は低味の見物。真のことをバカにしてるというか、アカデミー最初のまだまだひよっこのシーンから評価を上げてないのって純粋に子供っぽいとかそういうのじゃなくて自分という価値が壊されることに異常な警戒を抱く。的な文書的に真の実力や成長とかを恐れてて真はダメなやつ、真はひよっこみたいな感じに自分の認識を恐怖からそらすために過剰にバカにして私より格下のダメダメな真としか見ないようにしてる説とかある。髪の色はフレイに近く毛先はラクスに近い。おーおー、なんつーフリーダムキラー、容姿と声は抜群だなおい。ファントム、ペインの強化人間部隊やアークエンジェル部隊のエースキューと出会わなかったことも幸運。本当にそうだね。アグネスが人の彼氏を寝取りまくるじゃろ。その結果アグネスの周りの女からは彼女がいるのに浮気、またはくら替えするような男がいなくなるじゃろ。結果的にアグネスの周りにはアレな男ばかりになり、周りの女は一途な男と最終的に収まるじゃろ。アグネスがなんで私の周りはいい男捕まえてるのに私はこんな男ばかりなの。になるんじゃ。そしてさらに寝取りと自己の思い詰めが発生する闇のスパイラルなんじゃ。ある意味周りを助ける女。永久機関が完成しちまったな。どこかで成長しない限り、ずっとこれだよな。アグネスキラ攻撃は非常時のコンパス命令、離反はアコードの洗脳で軍法会議は上場借用つくはずだから。コンパスに復帰はできると思うけど彼女本人のためにもコンパスはやめた方がいいんと違うかな。恋愛面でも周り全部が一途な男女ばかりで辛いぞ WW。面倒見のいいルナマリアに手を差し伸べられたわけだし今後変われるといいな。うん。売約済みで横入りが不可能に近いこと以外はいいチョイスではあった。アスラン、フレイとラックスの髪の色合わせて声はフレイで男キラモノ望むタイプの女性も演じられるなのに結果あれか。イラついてる理由がラックスに何もしてあげられないってことじゃなければチャンスはあった。ラックスが何もしてくれないって思うような男だったら落ちてたかもね。まあそうじゃなかったのでそうならなかったんですけど。アスランってスペックだけなら同機能1&イケメン&ザラギ長のご子息だからな。歌姫の婚約者を奪えば歌姫より私のが昇って称号もついてくる。映画前に予想したほどフレイ感ないなと思ったけどこういう裏話聞くとフレイなんだなって思わされる。でも映画のルナーブはこれからの腐れ縁を感じさせてよかった。アグネス視点だとアカデミー時代は絶対にないって言ってたのにフェイスになったからシンと付き合ったように見えるのかルナ。私はこういう要領よく生きてきたはずが袋小路に陥ってるキャラが好きでね。女王は面だけのフレイだからそらくは島のりこさんが声やるし演技もフレイっぽくって言われるわな。若い女がハイスペ男子に憧れるなんて普通だろ。ルナマリアみたいにそこから脱却するかアグネスみたいに止まるかの違いだ。まあシンは子供っぽいだけでクッソハイスペなんやけどな。ブヘヘヘ。ルナマリアがシンのことを子供扱いしてるところがあるのは別に見下してるわけじゃないよな。ただルナマリアの姉気質とシンの弟気質が噛み合ってるいい面とシンがガチのお子ちゃまなせいでロマンティクスがうまくいかない悪い面がある。妹だったりステラへの対応を見るに引っ張ろうと思えば引っ張れるけどルナには無意識にそういう甘えとかも出てるとは思う。そういう存在もかなり貴重とは思うけどロマンティクスという面では裏目に出てる感。アグネスが自分の腕前に自信あるの本当にエース級と戦闘というより遭遇すらしてないエース同士の戦いとも見ていないマジの無縁ってのが本当にの中の蛙って感じよね。まあでもルナマリアとやり合ってたし弱いってわけでも一応ないんよね。エネルギーダウン先にしたし。でもルナインパってランチャーでフルバーストしたりデスティニーと大暴れしてから万全そうなアグネスと交戦だから先にバッテリー切れになるのも仕方ない気がする。アグネスの実力が高いのはそうなんだが PS ダウンについてはブラストでバカスカ打ちまくったのもあるだろうし。まあ言われてみればエネルギーダウンはそれもあるか。それでもソード相手にずっと殴り合ってたからやっぱ強いよなって。
誰が言い出したのか知らんけど、エアフレイって呼ばれ方、的確だよなと改めて思った。ルナマリア、内心どうあれ表面上はアグネスに釘刺したり真のことできちんと文句言ったりでめちゃくちゃ気を配ってたんだな。アグネスは性質が合わんかったんかもしれんけど、コンパスではヒルダの体あたりに入れた方がフラットに厳しくされてよかったように思うわ。アグネスの厄介なところは、実際じゃあこいつより誰が強いの、前線に基本出てくるやつ限定でってなると今の身内コンパスとザクトの一部くらいしかいないってことで、じゃあ対戦できないじゃんってことなんすよね。アコードは存在が知られてなかったし、そこら辺すごい微妙な塩梅だから、単独でデストロイ倒せるかどうかやらせてみたくはある。危険な戦場はなかったということは間違いなく遭遇してなかっただろうけど、まあ戦場で私の方が強いのよなんて本来であれば証明できない方が世界としては良かったことではあるんだ。つまり証明できるような戦闘が未だに続くってことだからね。キラへのアプローチってあれキラに刺さるものだったんだな。キラがメンタルぶっ壊れてて通じなかっただけだったわけか。キラの望む女演じるって難しいぞ。ちょっとなびくとかそんなのもなく毒虫を見るような目されてたし、よくやろうと思ったなって。赤毛は地毛だったとして、毛先のピンクは染めたんだろうし、めっちゃ落水意識されとるやん。言及すらされてないディアッカミクサ。やっぱ両者は3最後までプロット自体は作ってたんだろうなと、出てくる情報を見るたびに思う。監督が全部作ったってのは戦闘シーン。両者はっぽくないって言われてる箇所ほぼみんな戦闘時のやりとりだしな。必要だから愛するのではありません。愛しているから必要なのですは、後藤龍さんが書いたらしい。いやすごいな。理由はともかくなんだけど、ある意味ではコンパスに敵対するような思想以外で結構強い子が加入してくれたからありがたくはあるんだよな。人間関係がクラッシャーされる可能性を除けば、自由後ならもう問題にならないだろうし。あの性格でレイの次取れるぐらい優秀だったならそりゃ増強するわ。アグネスが望んで危険な戦場に出ることが少なかったのではなく、あくまで軍の意向でマスコットが死んだら困るな、されてたのも絶妙なんだよな。これがアグネスが危険な戦場に出ることを嫌がってたら単なる小物だったんだが、アスランがアグネスに狙われる世界戦も見てみたかった。絶対面白い。キラよりもっと冷たい態度を取られるだけかと。カガリも今のカガリならつまらない嫉妬はしなさそうだから、かき回してくっつける役も難しいんじゃないか。あと聞く一命令が報告してそう。妙な子に言い寄られて困ってるので、今度帰ったらよしよししてあげてくださいとか。初期ルナと同じでスーと壁を作られ距離置かれるの確定だが、ミーア張りにグイグイ行くタイプだから、ミーアの存在も合わせアスランが振り回されるんだよな。そして中盤にはアスランの裏事情ちょっと知って接し方変わったルナの方が距離詰めるという、切れ味用等レベルの嫁さんに祭りと熱狂の温度マスターな旦那二人で手を繋いで台風を巻き起こしてたんだなと20年越しにしみじみ思う。かがり、ミリアリあたりと会話したらどうなるか気になる。無理だけど。フレイトもイザークはあの態度見たら絶対切れるし、エザリアもいるしで行かなかったの正解だな。ツインテールやめて、もう少し髪の毛伸ばしていればもう少しキラをかく乱できた可能性もあるない。ルナマリアがよく言われるけど、割と運命時代のシンに対してもカウンター的なキャラだと思う。認めてくれる人が好き、増強しがち、何かあると人のせいにしてしまう。まあシンの場合は繊細孤児でただでさえ荒んでるのに環境に追い詰められたゆえだけども、キラの女性の好みに髪色が含まれてるのが意外だった。赤、ピンク系が好きだったのか。遠くから憧れて眺めてたフレイはともかくとして、ラックスはシンの強さとか優しさで好きになってるんだろうけど、初対面から結構ときめいてたしな。そやアイドルやれるくらい可愛いならそうだろうけど、フレイのことは知らないだろうけど、とりあえず狙う男の恋人がピンク髪だったから、まず見た目から入ろうとしたんだろうなって。これがアスランだったら赤毛に毛先は金髪だったにゃ。アグネスはアスランやイザークとはマジで話が合わなそうなキャラだな。途中までは我慢されても周りの男にちょっかいかけ続けると隊の風紀を乱すな。戦場なんだから真面目にやれと切れられそう。なんていうか、さすが両者は3プロットと言うべきか、おいたわしいけど近くにいてほしくない。けど困ったことに心当たりが大なり小なりあるので、ちょくちょく見てる側にダメージが来る。無印の生々しい差別描写といい、心にジャブねじ込むの上手すぎないかこの人。他のキャラのプロットも見てみたい。三刀流の剣士の言葉を借りるなら、アグネスは河津か。聖母と河津の決闘、もう明らかに天と地ほどの差だわ。なんか悪党になる最後の一線を越えないようにしてる感があるな。なんというか、ムカつく、嫌な奴ではあるが、そこまでクズでもなければヘイトを貯めるほどのようなこともしていない、悪党になってないギリギリのラインにいるようなキャラって印象なんか残念で哀れな奴だなとちょっと同情的になる。まあこんな奴でも、もし、していたら下手したらルナマリアは PTSD になっていたってマーヤさんが言っていたし、しかも中の人は桑島さんだからもしかして、と思ってたがちゃんと生き残れたようだから良かったかも。しかも中の人は二人は50、60代になっても友達でいられるかもと言ってたそうだが、種地流後でも反省していないアグネスにちゃんと改心させて仲良くなるにはまだまだ時間がかかりそうだな。上司の上司から上司を寝取ろうとしたり、上司を背後から切りつけて、そうとしたのが悪党ではないという風刺を、
上司はまだ結婚してない状態だからルナから彼氏取った程度と同じレベルだし、上司を攻撃したのもラクスが撃墜しろって命令したからってなるし、この辺うまい具合にヘイトコントロールして悪党にならないようにしていると思う。ざっくり言えば、童貞が嫌ってそうなキャラ設定。ある意味生々しい残念エリート女みたいなキャラよね。少女漫画ラブコメなら物語の節目にヒロイン役の男にアタックするもこっぴどく振られてムラルお邪魔虫キャラ。コメディチックならむしろ主人公でいそう。この性格に聞くだけで済んでる同輩の女の子たちは、みんな精神が成熟しているな。なんだかんだ結果出してる補正はあると思う。あと愛想がよく上官受けがいいとのことなので男女関係も含めてライバル認定されずに仕事仲間ぐらいの距離感なら害もないし引くで済むんだろう。初期だからこその詰め込み具合だな。ディアッカエ、と思ったがアスランダッソンやニコル死亡に触れてるから時期的に雇用、出戻りしたあたりの老化かそりゃ対象外だわな。D のカーサーとくっついていれば丸く収まった説。そいつらじゃアグネスの自己評価と全く釣り合わないだろ。ゲンとインパルススペックに、ってゲンの画角上期待なんじゃないの。インパルス側はシルエット感想で得意レンジ変わるけど。わざわざゲルググから乗り換えたんだしインパルスじゃない。多分性能自体はゲルググの方が上、ただデスティニーと一緒に運用だから今回はトータルでインパルスの方が上。おでこ充電ビームあるからデスティニー SPEC2 の随伴なら、インパルスの方が優先だよね。どうだろうな、インパルスは使いこなせるパイロットが少ないピーキー仕様だし総合的にはゲルググのが優秀かもしれない。デスティニーからの送電があって連携ありきの採用ってのもあるだろうし、艦隊戦が想定できていたからブラストの攻撃性圧力が必要になると判断されたのもあるんじゃろ。そしてインパルスを現状で一番扱えるのがルナだったと真はディスティニーだし、あそこは単純に真除けばルナしかインパルス扱えないからと思ってた。ダガーやウィンダムをそこそこ落とした、汎用機だけか。シンがインパルスで実質30機のウィンダムを1回の戦闘で落としてるのによくあんな態度取れてたな。しかもこれシンの戦績の中ではそれこそそこそこな方だし。本来戦場に専用機なんてホイホイ転がってないんですよ。エンジュミオンの高だって由来はジンの複数撃墜なんですよ。メビウスゼロも全滅しただけでムー専用機とかではないし。それにしてもネイムド専用機とはいかないまでもザムザザーとかカラミキとかの一部隊に数機しかいない、ちょっと強いやつ落としてるとかもないのはがっかり感すごいじゃん。アグネスの評価が上がるとしたら次の作品だろうな。生きてる限りはそういうチャンスがあるのが救いだ。デスティニーの顛末から言ったらそらアグネスあのメンツから浮くわ。小説版見るにアブシュラはテレビ版だったら気ぶれるくらいの絡みがあった気がする。映画は差しがないから仕方ないね。距離を置いてみるとそれなりに楽しいやつなんですが、こうも近くにいるとそのわがままさ、ズーズーしさにうんざりです。ルナもアカデミー時代はプライドが高いって、漫画や特典小説読むにあんましそんな風には感じられないんだけどな。成績の悪かったシンに勉強とか教えてあげたりなんだして世話焼きして当時から良好だったし、アグネスと全く同じというわけではないけどそれに近い価値観の持ち主でもあったんだな。プライド高いからアグネス見たくマウント気質になることもあれば、初期イザークみたいに自分より優秀なアスランに突っかかる良くも悪くもかませムーブみたいになる場合もある。ルナマリアはプライドの高さゆえに姉気分として振る舞うタイプだったんじゃない。設定読んでみるとやっぱフレイには髪の色や声が似てても根本が似てないわ。そもそも他人の彼氏奪わないしね。本当に能力は高いのがもったいないよな。でも能力高くもなくて容姿が優れてるわけでもない一般人キャラにアグネスの方からベタ惚れして幸せになってほしいという思いがある。個人的にダメンズとかの方がアグネスにいい方向になりそうなんだよな。レイのホモ疑惑は笑っちゃうんすよね。人妻に未練たらたらなこじらせ議長に目をかけられてるからね。長い金髪の美少年が色故障疑惑とかシャレになってないんだわ。クルーゼとの絡みも見られてたらさらにホモ疑惑を深めてそう。昔はゲイがバレるとか言われてたな。シュラも強き者は美しいとか二つなの月光のワルキューレとか言ってあげてたけど小説読んだら内心ではアグネスの評価あんまり高くなかったんだな。これでもそこそこ強いエースだから連れてったとか、実際の戦闘力より忖度あったとはいえ一応負けなしだから勝率とか与えられた役割を全うできてるとかも評価のポイントって感じする。うざいしいやつじゃないのになんか好きになってしまう。ほんとこいつがスパロボに出てどう活躍するか楽しみではある。やっぱりクロスアンジュと一緒に参戦してファウンデーションが壊滅して、今度はエンブリオの下にくら替えして、サリアが抜けた後のダイヤモンドローズ騎士団のリーダーになってエンブリオに浸水したりとか、そうなってたら笑っちゃうわ。マジに男を見る目もなければ人生誤ってもいるわ。今更だけどキラ、そうと親しいんって直後シュラにかばわれなかったらズゴックのフルバでアグネス死んでたんかな。あんだけめちゃくちゃしといてちゃっかりルナマリアに助けてもらってんだから幸運なキャラだよ。イモマサヨシさん、盗まれた方がプラモの反則になったのでは。しかし見事なまでに女全体の印象悪くする女の敵になる女ね。というか、メイリンいてもいなくてもどっちでもいいな。むしろいない方がいい。最終ターゲットはアスラン、ザラ止めとけ止めとけ。納得のプロット。
何か創作するわけじゃないけど参考になる、個人的に一番ひどいと思ったのはアグネスいなくても話成立するよねみたいなコメント、ことさら煽る感じじゃなく才能あれみたいなさらりと言ったような感じが余計にひどかった。このプロット見た後だと本人が聞いたら7個をすると思う、見たのは多分ここ。その発言した人が何思ってたかは知らないけど、なんかあなたの方が痛いように見える言い回しだ。フレイは優しかったんだ。あんた、人生諦めたの、がキレッキレすぎて笑ってしまった。しかも異常者である妹からは、お姉ちゃん、アスランさんと私を撃ち落とした奴と付き合ってるんですよ、という爆弾発言を言われる始末。自分だったらシントルな二人の代わりに殴ってやりたい。他人になんて言われようとも思われようとも、シントルな二人が幸せならば何も言うまい。フレイはキラ表で可愛いってあったけど、ラクスの見た目についての言及ってあったっけ？これはあくまで初期プロットであって、少し変わってる部分もあるとも言及されてるから、これをこのまま鵜呑みにするのも危険だと思うな。それでなくても、略されてる部分がなぜ伏せられてるのかもわからない、不完全な情報なんだし。監督の公式設定なのか初期設定なのか脳内設定なのか思いつきなのかよくわからないものをいろんなところで適当に喋る悪癖は SNS 時代になって悪化してるな。キャバリアとか軍事バランス崩しかねんもんの詳細設定を丸投げしてんのも悪い意味であれだったな。前対戦で AA 組やキラたちと勝ち合わなかったおかげで生き延びたけど、そのせいで挫折も成熟もしなかったか。幸運でもあり不運でもあるキャラだな。ステータスを望む人間は、根っこの部分で自分に自信がない、あるいは喪失することに恐怖を抱いている場合が多いが、彼女もおそらくそう。自分という価値が壊されることに異常な警戒を抱く。ここ好き。アスランに言ってないから男を見る目はあるとか言われてたのに最終目標に据えられててくさ。最後の一文すごく好き。人物像が伝わってくるキャラクター設定だね。アーサーは人の心の平穏を守護するものなり。実態を知らないとはいえアーサーどんだけいい人なんだよ。こういう生々しい設定作るのはさすがにうまいな、ヨウサワさんこれぞシードって感じがするわ。狙った男の好みの女に自然と擬態する。手当たりキラのラクスが好みじゃないって意味ではなく性癖ってだいぶフレイに染まってるんだなって。そう考えるとアグネスにやめてくれって珍しく怒鳴ってたあたりのシーンもだいぶ味わい深いものになるな。シュラが拾ったってことは、裏切った場面では自分が悲劇のヒロインと本心を持っているし、シュラにトリール出さんと買わない点が面白い。もしかしてサイバーフォーミュラで言うとアンリに近いキャラなのか。最終ターゲットはアスラン、ザラ。確かにアスランの経歴は脱走兵ではあるが英雄で極めて優秀な男なんだからよく知らない女からそう思われてもおかしくないのはわかる。わかるんだが、なぜだろう。アスランの名がそこに出てくると笑いが込み上げてしまう。ダメな部分が自分にもそういうところあるかもな。ってので視聴者を保護者目線にさせてるのが面白い、バランスしてる、能力的に周囲を見下すのに加えてナチュラルベッシムであったら多分映画のその後を心配されたり生きててよかったねとは思われなかったと思う。ダメな部分が自分にもそういうところあるかもな。ってので視聴者を保護者目線にさせてるのが面白い、バランスしてる、能力的に周囲を見下すのに加えてナチュラルベッシムであったら多分映画のその後を心配されたり生きててよかったねとは思われなかったと思う。